これじゃあいいですか。うん、どうぞ小林さんお願いします。はい、じゃあ体験談をさせていただきたいと思います。初めての大して初めてのパッチ投稿ということで、で、これはですね、まあ、繰り返して体験談です。だから私はだからこの初めてこうやったらこういうことが分かんなくて、それはなんとかこうやったらうまくいきそうだということなので別に正解ではないわけで、まあただ全くやったことない人からするときっと参考になるだろうと思ってまあ喋っているわけです。だってちなみにカーネルだとかユーブズだとか、まあ、ジュシシだとかその他 そのオープンソースに関してこのパッチを投げたことがある方、あ、よかった、分かんなかったら多分今この方に聞けばよしということでまあだから私はですね、ここにも書いてある通り、今日の話はリラックスカーネルとユーブートに関して話をします。でこれはメーリングリストにパッチを投げるというかなり固定的な方法なんですよね。ちなみに最近の例えば Android なんかでいうとですね、そのガイットっていうなんかウェブベースのなんかこのシステムがあって、それそこに投げてってでなんかなんていうかな、そのコミッターじゃなくて、なんかこう2人以上の賛成があったら入るとか、なんかそんなシステムでやってるような感じですけど、まあそれはだから新しいものだそうかもしれませんが、まあいわゆる古いやり方の方のものになります。で、私が初めてまあリラックスに関してなんかいろいろやったりとか、あるいはこのジャンボリーに出てくるっていうのは割とずいぶん前から、もうかれこれ何年ぐらいでしょう、5年は経ってますよね。それぐらいはやってるけど、でも実は今まで一度も、まあ、実はカーネルのメーリングリストも購読もしなかったし、パッチも投げたことはなかったわけなんですけど、まあついに初めて今年の6月にパッチを、まあ、投げて、まあ、そのパッチもですね LTSI のメーリングリストに投げたのが一番最初のものになります。でまあそこからですね、今は U-Boot とか Linux カーネルとかで、数にしてどれぐらいかな、うん、まあ、1回パッチ投げると大体V2、V3 というやつに繰り返し投げるなので、それ全部トータルしたら多分30通ぐらいとかは投げてるんじゃないかと思いますけど、でいくつかはもう取り込まれましたっていう。なので最近はだんだん慣れてきて、まあ何て言うかな、まあそれなりにちゃんと確認はしますけど、そのなんかコミ自分のローカルにコミットしてから、ね、メーリングリストに投げるまでの時間っていうのはなんかだいぶこう短く、あれこれあまり考えずにできるようになってきています。でついでに私は誰っていうやつですけど、これ毎回いつも使っているスライドから持ってきたんですけど、一応初めての方もいらっしゃると思いますので説明すると、私はもういわゆる組み込みシステムに関して20年以上関わっているわけなんですけど、まあ、最初の10年ぐらいっていうのはリアルタイム OS に関してなんかやっていて、で自分でiTron の仕様書を見て、そのサブセットのリアルタイム OS を作って自分のプロジェクトで使うみたいなこともなんかしたことがあります。でその後の10年っていうのはずっと組み込み向けの Java バーチャルマシンのなんか開発とかポーティングとかチューニングとかっていうのをやっていました。 Java のアプリケーションではなくて Java バーチャルマシンそのものです。だからガベージコレクターとかインタープリターとかジットコンパイラーとか、まあ、そういったことの方をずっとやってきました。で今はですね割とオープンソース系のものをいろいろ見て触ったりしてるんですけど、まあ、GCC とか Linux とか QM とか Android とかで、幸いうちの会社で評価ボードをまあ作りまして、でその評価ボードの U-Boot とかカーネルっていう Linux カーネルっていうのをまあメインライン化してメンテするということがきっかけになって、まあ、今回メーリングリストにパッチを投稿していくっていうことになりました。で、日頃私いろいろなんかブログとかも書いてますので、まあ、見ていただければと思います。ちょっと最近滞ってますけど、でツイッター使ってます。このよければこのツイッターの ID フォローしていただければと思います。今日も実は結構このジャンポリーに関していっぱいツイートをしています。で、まずですね今年の6月のですね Linux コンジャパンでですねグレッグさんがキーノートスピーチでメンテナーの話
まあ、要約するとですね、パッチのベカラッシュを話してたんですけど、これ、こんなですね、もうなんか字ばっかりですけど、結局、まあ、いかにたくさんの開発者がいて、でいかにたくさんのパッチが投げられていてっていう、だから、もうものすごくメンテナーというのはとても忙しい。まあ確かにメーリングリストを見てると分かるんですけど、本当にメンテナーと言われる方々の仕事量っていうのは半端じゃないということがまあ分かると思います。なのでものすごいたくさんのパッチを扱ってるんで、まあ要はこのややこしいことが起こるパッチっていうのは投げないでくれと、問題のないパッチ、あ、これか、Give me no excuse to reject your patch だから、この弾く理由がないようなパッチを送ってくださいっていうのが、まあ、メンテナーさんからの、まあ、結局言いたいことなんだなと。だからこの後いかにこういうパッチは困るっていうのがダーッといっぱい書いてあるんです。これは時間があったら見てください。このスライドそのものは後で公開します。で、さっきのところで、で、まあ、こういう話を聞いた後に私のパッチを送ることだったので、あ、こういう、これはやっぱりこういうところに引っかからないように注意しようと思いつつ、まあ、やってるわけなんですけど、で私が思うパッチを投稿する上で重要なことっていうのは、まあ、こんな感じかなと思います。まあ、パッチの内容、まあ、これ当然ですね、まあ、とれ、まあ、これは言わずもがななんですけど、あとそれから非常に困ったのがですね、結局パッチを送る、まあ、書式やとか、いわゆるとか、あるいはそもそも送り方というものがどうやっていいかっていうのを特に身近に教えてくれる人がいたわけではなく、全部手探りでやったので非常に、まあ、苦労したと。これが例えば社内でこういうことをやってる人がいて、でその人から直接ちょうど教えてもらったら、これなんてことないことだと思うんですけど、その周りに直接聞く人がいない場合っていうのは、まあ多分苦労するだろうなと思いますので、まあ、今回こういう、まあ、せめて助けになるかもしれないと思ってこれをスライドを書いています。それからメーリングリストっていうのも、結局、まあ、リスト宛に送れば届くわけなんですけども、結局、誰に送るのかっていう To とか CC とかの設定の仕方っていうのも結構、重要で、まあ、場合によってはそういうのをつけとかないと、もうメールの量っていうのはもう膨大になるので、もう見逃されてしまう可能性とかもあるわけなんで、そこのところを上手にするには、なんかじゃあこう 誰に To に誰を入れて CC 誰を入れるかっていうのはやっぱり全く初めてだと分かんないんで、そういったところっていうのもなんか結構ポイントなのかなと思います。まあ、結局、まあ、結果的には慣れてくれば分かるっていうことなんですけど、で、苦労したのがですね、このパッチを送るためのメール環境の整備っていうのが結構私は予想外に困りました。こんなにややこしいとは思わなかったわけで、で、パッチを送信するのに、まあ、普段私も使ってる、まあ、多分使ってる方も多いと思うんですけど、サンダーバードっていうのは不向きです。まあメーリングリストの呼び鍵っていうのはパッチだけではないんで、そのパッチに対してコメントをつけたり、あるいは読んだり、まあ、そういう用途に普通に使うには構わないんですけど、パッチそのものを投稿するのはサンダーバードでやるといろいろ余計なことが起こるわけなんですね。で、結論を先に言うと、パッチを送るときには Git、まあ、パッチそのものは皆さんやっぱり Linux かなりとか Git いうことだったら、まあ、Git で自分のリポジトリに管理すると思うんですけど、そこから投げるときにはそのサンダーバードにコピペして送るとかそういうことじゃなくて、その Git send email というコマンドがあるので、これが使えるように整備してこれを使うっていうのが、まあ、一番いいやり方だということになります。で、そこまでに至るまでにいろいろ失敗をしたんですけど、まあ、失敗談を兼ねていろいろ言うとですね、とにかくですね、まあ、パッチ投稿の注意点ということはですね、まあ、内容のことはとりあえず、まあ、置いておきますけど、このフォーマットとかに関してなんですが、まずは、まあ、添付ファイルとして送るのはもう禁止です。これは嫌われているので、こんなことをするとあからさまにこう、そんなことしちゃダメだと言われます。だから添付ファイルでそういうパッチを送ってはいけない。いや、ちゃんとなんか本文の中に入り込むようにして送らなければいけないんですけど、でもそうすると、まあ、サンダーバードがそうなんですけど、こうメールソフトが余計なことをしてるんですね。例えば適当なところで改行を入れたりだとか、あるいはタブがなんかスペースに変換したりとかっていう余計なことをしてる。そうするとそのパッ
パッチっていうのは基本的にそのメールからそのあ、まあまあ、Git のコマンド、Git、AM だとか、まあ、いわゆるパッチコマンドを使うわけなんで、そういう機械的にこう入れるときにこんな変換をされてしまうと、そこであのうまくパッチが当たらないっていう状態になったりしてるわけですね。そうすると、まあ、多分メンテナーの方が苦労してやるか、あるいはあのダメだからこう送り直してくれというふうにな感じになるわけで、まあ、実際メイリングリストをずっと見てみると、たまにやっぱり、この改行とかが余計な改行が入っちゃったパッチを送って、メンテナーの人からこれうまくいかないから送り直してっていうふうに言われるところっていうのを見かけます。で、あとそれからですね、メールの、やり取りの中でやっぱり関連するメールっていうのはスレッド、要するに、まあ、メールアンスレベルとこのその返信する形になると、それがつながりが分かるように表示されますよね。でそれっていうのをむやみにやっぱ途切らしたりするわけにはいかないわけです。だから、まあ、当然そのパッチに対するコメントはその返信する形になって書くわけだし、まあ、そのパッチを書き直したら、まあ、バージョン2のパッチを投げるわけなんですけども、それは基本的にその関連が分かるようにその前のものをからに返信する形で送ったりするという感じになるわけなんですけど、これがちゃんとメールコマンドを使うとこれがうまくできるようになるんですけど、Firefox とかを使ってやったりすると、これがこの情報が勝手に切れたりしたりして、なんか思うようにメールを送ることができないという感じになって、で結構ハマりました。でいろいろサンダーバードの設定とかプラグインとか入れていろ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 やったけど、結局は Git Send E メールを使うのが一番確実で問題がないということが、まあ、分かったんで、まあ、要はだからサンダーバードでいろいろ苦労しても結局それは無駄に終わるよということですね。であとそれからチェックパッチで PL っていうのはカーネルの下 の, スクリプトのディレクトリにあるんですけど、これでパッチ の, 確認をしてくれるんですよね。例えば、サインドオフバイの行がちゃんとあるかとか、あとそれから変なところに空白文字が入ってないかとか、あと書き方としては私が一回引っかかったのは、if 文の中に代入文を入れて、まあ、ちょっと複数そんなちょっと行数を減らそうと思ってそういう行文を書いたらですね、if の中に代入文入れちゃダメっていうふうに怒られたん で書き直して、まあ、パッチを作りましたとか、まあ、そんなことがあります。でこれは機械的にやってくれるんで、やっぱりメンテナーの方は1回来たパッチっていうのをこうチェック パッチを当てて確認するんですけど、やっぱりその段階でエラーになるとメンテナーからものすごくちょっとがっかりした返答が来ることが多いんで、それはやっぱりメンテナーの方 のやっぱり手間を減らすっていうことをやっぱりしなきゃいけないと思います。やっぱりメンテナーの方は1日に何百通のパッチを、まあ、処理しているわけで、やっぱり こういったいろいろルールが一見厳しいと思われるルールっていうのは、やっぱりその手間をもう省いて、要するに無駄なことを無駄な手間が発生させないようにするためですので、まあ、これはなんか守っていくような感じにするのがやっぱりいいかなと思います。でこれコマンドなんですけど、 Git のさっき言った Git コマンドの中で自分 の, コミットした内容からですね、パッチを作ってくるテキストのフォーマットのパッチを作ってくれるコマンドなんですけど、まあ、Git フォーマットパッチっていうやつなんですが、これで、まずテキストの状態のテキストファイルを作って、でそれを、まあ、次のコマンドで送るような感じになるわけですが、でその中 のオプションとかっていうのは、いくつか書いてありますけど、-S オプションっていうのをつけるとサインドオフバイ名前とメールアドレスっていうのをつけてくれます。これは必ずこういう行を入れなきゃいけないというルールなん でそれは必ずそれをするためにはこのコマンドに -S オプションをつけておけばいいという。あとそれから1通のパッチじゃなくて複数のパッチを、まあ分割したパッチをまとめて送るときっていうのは、まあ、よくある形っていうのはその前に一つ表紙のページを作ってでまとめて送るっていうことをするんですけど、このコマンドにハイフンハイフンのカバーレターっていうオプションをつけて、で複数のパッチを指定するとそういう表紙のページを、まあ、作ってくれます。でなので、まあ、それは複数の
複数 の, あのパッチを作るときにこのコマンドを使うと。あとそれから、パッチのさそのタイトルのところにそのパッチっていう文字はデフォルトで付けてくれるんですけども、その書き直して更新したパッチを送るときにはそこに バージョン2とかバージョン3とかっていうのをあの付けと、これを付ける必要があるわけなんですけども、それの時にはこ の, あのサブジェクトプレフィックスっていうオプションを付けることによって、そのパッチというところの文字列を書き置き換えることができます。なのでまあこういうところも必要に応じてまあ使っていくと。でもなるべくこういうものをうまく使ってですね、そのまあこの辺っていうのも結局後からテキストファイルを一回作ってそこから手で編集すればできないことはないわけなんですけど、やっぱりその手で編集すると漏れとか出てくるんで、まあ、なるべくできることはこういったものをうまく使って、まあ、あのうっかりミスが起きないようなやり方をするのがまあいいのかなと。であとそれから、であの Git のコマンドの中からあのメールを送るコマンドって2つあって、まあ、1つがさっき説明した Git センド E メールっていうやつなんですけど、でもう一つ実は最初に私がやった時にはその Git センド E メールがなんかうまくいかなくて、でどうやったらできるかなっていうことで、あもう一個あるなということで、この Git IMAP センドっていうコマンドを見つけてきて、でこれはなんか IMAP サーバーに対応してればまあできるらしくて、でこれはですねやってみたら、まあ、とりあえず遅れたんで、あじゃあこれでやってみようかなってもう思いました。これはどのことをやってくれるかっていうと、 IMAP のプロトコルを使ってそのメールの下書きのフォルダーに何かその指定した内容を送ってくれるわけなんで、でまあそれは送るところのコマンドはその下書きを作ってくれるんで、その後そのメールソフトでその下書きの状態のものからまあ必要ならば編集をしてまあ送ればいいということになるわけです。でまあ最初の何通かっていうのはこれでうまくいったから、まあじゃあこれでいいやってやってたんですけども、まあ最初だから単発のメールを送ってる分にはこれでよかったんですけど、そのだんだんやってるとですね、その複数まとめたあのメールを送ったりするときには、その複数のメールを送るときっていうのは最初の1通目のメールの返信の形で2番目3番目のパッチを書くっていうことをしなきゃいけないんですね。なのでその、返信のつながり具合っていうのは結構重要になるんですけど、この Firefox でこれをあのやるとですね、メッセージ ID っていうのをなんか指定しておいてもですね、結局なんか返信するときになんかメッセージ ID を上書きされてしまって、なんかこのあのその返信のつながり方が切れてしまうということがあって、そうすると自分が送りたかったように送れないと、でそういう状態になってしまうので、やっぱりこれを防ぐ方法っていうのをいろいろ考えたんですけど、結局うまくいかないんで、あのこのコマンドをやめました。私うまくいく方法分からないのでこれはおすすめしません。だから Git IMAP Send は多分使わない方がいいと思います。で使うべきコマンドはこっちGit send email なんですけど、これは STMD サーバーと通信して、だからメールをもう直接これも送信するというコマンドなんです。だからこのコマンドを作る前に送るべき内容っていうのをきちんと作っておいて、そのファイルをこのコマンドに指定しても送るということなんですね。で送るときにあの in reply to の指定も可能なんで、どのメールに対する返信として送るかっていうのもちゃんとまあ定義できると。でそのあのパッチを、まあ、パッチシリーズあの複数のパッチをまとめて送るときも、まあ、ちゃんとあの扱えるかんあのオプションがあるん でこれで送ればあのきちんとあの送ることができると。なのであのパッチを投稿するには、まあ、これを使うべき でこのコマンドがちゃんと自分 あのメールサーバーと通信できるようにちゃんと設定をすべきということになりますね。で、Git フォーマットパッチでファイルに書き出して、そのファイルを編集して Git セントイメールで送信するっていう手順になります。この手順については後でもう一回実例のページがありますので後で説明します。で Git セントイメールの設定なんですけども、最初私は自分の会社のアカウントから送ろうとしてうまくいかなかったわけなんですけども、いろいろ、まあ、このネット上の情報を調べてみるとですね、まず Gmail のアカウントを使うならば非常に簡単です。やり方っていうのがいくつかすぐに見つかりますし、で Git send email コマンドそのものもなんか機能アップしてですね、Git send email の、 あの設定の仕方そのものでもう Gmail のアカウントに対してだったら、まあ、送ることができるような感じになる。ちょっとここでは詳細では省略しますけれども、これは多分検索すればすぐにこのやり方は出てくると。
で私の場合は、まあ、あの Gmail のアカウントではなくて会社 の, あのメールは要するにサインログの時に使うあのメールのメールアドレスなのでそのメールアドレスっていうのはやっぱりちょっと統一した方がいいだろうと要するに各バラバラにこうある時には Gmail で送ってある時は会社から送ってっていうのはやっぱりまずいだろうと思ったので会社のメールだと統一しようとで会社のメールだと送るならば、まあ、一応会社のアカウントから送った方がいいかなということで送ったんだけどなかなかうまくいかなかったんですけどうまくいく方法を見つけてそれはですね、MSMTP っていうコマンドがあるんですけどこれ多分 M が MSMTP ですねなのでこういうあの SMTP のプロトコルを喋ってくるなんかコマンドがあってですねあの直接ではなくてそれを叩いてそこから送るようにするっていう設定にしたら特に何の問題もなくあのうまく動くようになりましたなので、この、MSMTP っていうものをキーワードにして、まあ、検索してみたら多分うまくいくんじゃないかと思いますで最悪の場合でもですねその Gmail を Gmail のメールサーバーに送りつつ、まあ、普通だとこういうことをするとですねあの from の行っていうのがその Gmail のアカウントのメールアドレスに書き換えられてしまうんですけれども実はなんか調べてみるとですね方法があってですねその Gmail の、 あのアカウントの中にはですねこの別名っていうのを登録することができてですねその別名に自分の例えば会社のアカウントのメールアドレスとかを指定しておくとそこから来たやつに関してはそれをこう from を置き換えずにそのままあのそのアドレスから来たようにメールを、まあ、いわゆる転送してくれるわけですね、まあ、当然この時っていうのはそのメールのヘッダーを見るとどこを経由したかって分かるんでそうすると実は G メールを経由してるってことは分かるわけなんですけど、まあ、別にそれは気にすることもないので、まあ、最悪あの自分の会社のアカウントでうまくいって送ろうとしてそれでもうまくいかなくてでもやっぱりフロムは自分の G メールじゃなくて自分の別のアカウントのメールアドレスにしたいならばこういう G メールの別名を使うということで、まあ、実現する方法はあるかなというふうに思います。これもちょっと時間があったら実際詳細の方法とかブログか何かにまあ書いていこうかなと思いますけど、まあ、とりあえず、まあ、おそらくこれだけの情報があればきっと検索して解決できるかと思いますので、まあ、やってみてください。でコマンドの実際に使い方の、まあ、直接どんな使い方の例ですね。でこれは、3つのパッチの塊を送るときの場合です。まあ、だからそれってのは当然自分のまずローカルのリポジトリに、まあ、コミットしてあってでそのコミットに最も新しい3つのパッチをセットとしてコミットする場合なんですね。で Git フォーマットパッチでこの、-s っていうつけることによってサインドオフの行を追加すると。でこの -3 っていうのはですねこの先頭から3つのパッチっていう意味になります。この辺の指定し方はいくつかあってもうハッシュコードをそのまま書けばそのものになるしあれ確かタグ名とか書くとそのタグから先の新しいものを全部とかそういうふうに、まあ、いろんな指定の仕方がありますけど、まあ、日常的に一番簡単なのがパッチの個数をいくと、まあ、最新のものをいくつかの3つのパッチをまとめて送りますっていうのが、まあ、分かりやすい書き方かなと。でこれがその送り直しのバージョン2だった場合っていうのは、まあ、こういうふうにすることで、ヘッダーサブジェクトのところにつく文字列がパッチじゃなくてパッチ V2 に書くなるほどで表紙をつけておくで -o でディレクトリを指定するとこの temp パッチ001っていうディレクトリの下に、4つファイルができるわけですね。その最初ファイル名の先頭っていうのが数字になってて0000-coverletter っていうのがまあ1個できてでその後これパッチ3つですからこれ0001-そのパッチの名前がついたファイルっていうのが3つできて結局全部で4つのファイルがこれできることになります。でこれができたらですね次はですねこのチェックパッチっていうスクリプトを実行します。でこれは Linux カーネルの時だったらですね Linux カーネルのその直下にスクリプトってディレクトリがあるんで、まあ、これこうやってこのままタイプしてここでファイル名を指定すればいいんですけども、でこの時にですね、0000 cover letter って
チっていうファイルはですね、実際にはパッチじゃなくて表紙ファイルなんで、そのパッチが入ってないわけなんですけども、まあ、それはなんかファイル名とか特に見てくれないようでですね、まあ、それでもなんかチェックして、なんかこれはちょっとパッチじゃなくて変なフォーマットだよっていうなんかエラーなんですけど、それに関してはまあ気にしなくてよくて、でこの場合だったらこの残りの3つのあのパッチのファイルでなんかエラーが出ていただければ、まあ、それでとりあえず書式は OK ということになるわけですね。で、その後ですね、そのテキストファイル、テキストエディターを使ってその名前、あの内容を編集しますというのは、まあ、私の場合だと自分のローカルのリポジトリに入れるときっていうのは、とりあえず、タイトル行はそれなりに書くんだけど、中身は、まあ、とりあえず自分が分かればいいやということでメモ程度か、あるいは省略何も書かないで置いてあるん でちゃんと、まあ、やっぱりパッチに対して説明を書かないといけないの でその説明っていうのはこの段階で私は入れるようにしています。あとそれからさっき作ったこの00カバーレターってパッチっていうのはですね、この形式あるんだけどサブジェクトとか中身っていうのは何も入っていないので、それの中身とかっていうのもこの段階でテキストエディターで編集します。でテキストエディターでちゃんとでこれでセーブするの忘れちゃいけないんですね。ちゃんとセーブしてから次は Git send email っていうので Mand でっていうんで、in reply というのところではメッセージ ID をまあ書くんですけど、これはまあ、サンダーバードでいいんですけど、サンダーバードを開いてそう返事したいやつのメールのヘッダーを見るとメッセージ ID というのがあります。それはフォーマットとしてこんな感じですね。こういうなんかユニークな多分文字列、アットマークなんかこういう感じの文字列がメッセージ ID としてあるので、それをまあコピペしてここにくっつければいいと。で実際のやつはですね、ここにですね大なりと小なりでこうふっくられてるんだけど、今これシェルのコマンドラインでそれやるとおそらくそれディレクトとして解釈されちゃうと思うので、そこは削除して中のやつだけここにコピペすると。でこれ今3つ、まあ、1通送る場合には別にこのスレッドっていうのをつける必要はないんですけども、まあ、今は3つの固まりやつを送るっていう例なので、まあ、スレッドっていうで、そうするとその3つのものっていうのを先頭のものの、に対する返信として残りのものを送るように、まあ、なんか容器に計らってくれます。だからそれで塊として送られると。でここで to とか cc とかっていうのも、これも、まあ、私の場合はこの段階で送りたいところ のメールアドレスっていうのをそのサンダーバードの方からコピペしてなんかやってますけど、まあ多分何回もなそのうち自分で便利なシェルスクリプトを作るなりなんなりすればいいのかもしれませんけど、私はこれを、まあ、to とか cc もこの場でコピペして作って、でこのファイル名、まあ、このさっきのやつのところを、まあ、書いて送るということにします。これで、まあ、送れるんですけれども、まあ、これを送ると1回このアドレスとかが1回出てきて、これでいいですかっていうのが出てきて、でそこに対して Y とか、あとこれこれだったら4つ送ることになるんで、オールドに入れて A とかも送れるんですけど、この前なんか10通ぐらいのやつをまとめて A ってやったら、なんかメールサーバーの調子が悪かったのか、なんか1通ぐらいこう欠けてしまって送り直すはめになったん でとりあえず今は私はまとめて A を押さずに1つずつ Y を押して、で送られたのを確認してから次に Y を押してっていう風になんかしています。これはもうちょっとメールサーバーの調子が悪い時に当たると多分こうなるかもしれないんであれですけど、まあちょっとそういうことがあって、でメールなんで結局なんか変なの送ると取り消さなくて、なんかごめんなさいって謝ってもう一回送り直すしかできないんで、あんまり変なことしてないからちょっと慎重にやっています。であとそれからこう誰に送るのか、まあ、さっきも説明するんですけど、とりあえずメーリングリストに対して to 入れて送って、とりあえず届くんですけれども、やっぱりそのメンテナーだとかの人から見逃されてしまったら、まあ、なんか後で催促したりしなきゃいけなかったりして面倒なので、まあ、そういうことを未然に防ぐためにも、その必要な方2にはやっぱりメンテナーだとか、まあ、Linux でいうとメンテナーっていう用語を使ってて、U-Boot だとカストディリアン、いわゆる管理人っていう単語があるんですけど、まあ、要はそのパッチをそのリポジトリに取り込むっていうアクションをする人を to にするのがよくて、あとそれからその分野関連よく見てほしいとレビューしてほしいという人を CC に入れて、であとそれからメーリングリストのメールアドレスを CC に入れるっていうのが、まあ、良さそうなやり方
らしいということがだんだん分かってきました。まあ、特に、まあ、これに関しては、まあ慣れなまあ、神経質にならなくてもいいと思うし、で、まあ、多分親切な、まあ、管理人の人はこの人も CC に追加したよとかってやってくれたりするので、まあ、大体慣れていれば どの人に CC に入れるとかって大体分かってくるんですけども、まあまあ、こういうことは一応、まあ、知っておいた方がいいかなと。で、具体的に誰かっていうのは、まあ、そのうち慣れてくれば分かると。要するにメーリングリストのその様子、結局は人間と人間とのやり取りになるんで、結局そのちゃんと伝わるように漏れがないようになんかやるっていうような感じですかね。で、特でカストリアン、あ、そうか、このカテゴリー、じゃあこのメンテナーっていうのも結局そのカテゴリーごとにそれぞれ分かれていて、なんとかに関することはこの人にとかっていう感じになります。で、ちなみに、まあ、Linux カーネルの方は本当に膨大なんでいろいろあるわけなんですけども、 Uboot の方が世界がちょうどよく小さくて、で Uboot の方だったらそのリストっていうのはここに書いてあって、こんな感じになりますね。だからそれぞれ、このマスターのリポジトリっていうのが、まあ、Uboot っていうのがGitなんですけど、それぞれ別のこのサブのリポジトリっていうのがあるわけですね。これで ARM 用のリポジトリだとか、それからまあこれ IMX とかなんかこう、あとTI だとか、あと分野別に I2C だとか FDT だとか MMC だとかっていう、ね、それぞれリポジトリが分かれていて、でそれぞれを管理している管理人は誰かと、でそのメールアドレスが書いてあるの で例えば、I2C に関するようなパッチだとすると、まあ、その I2C のここ の, 方もあるいは CC なりに入れて、この人にも届くような、届くっていうか受け取った時に分かるような形にしてあげるとかっていうのが、まあまあいい感じなのかなと。まあ、やっぱり一番いきなり最初になんかこういういきなり人のメールアドレスに対してなんか通信しれるのってかなり抵抗があるんですけども、まあ、これとりあえずこういうリストに載っていればそれはそういうもんだということなんで、もうその管理者の方もまあそういうメールが来ると思ってるわけだから、まあ、それは気にせずにもういけるのかなと思います。まあ、やってれば、まあ、さっきの話で、この人も必要だから CC に入れといたよってなんか誰かがやってくれるので、でそしたらまあそれを覚えておいて、同じような分野のパッチを送るときにはまあその人もいるみたいな、まあ、そんな感じですよね。で、まあ、実際にやってみてっていうことなんですけど、でパッチはやっぱりそのまま一発で通るっていうことはまあ少なくて、まあ、2回とか3回とか4回ぐらいは書き直しはまあ当たり前ですね。で更新したパッチ、その V2 のパッチを送るときっていうのが、この Uboot の方にはきちんとそのやり方っていうのがこの、書いてあってですね、あ、ちょっと字が小さい、もうちょっと大きく、Uboot の方はですね、結構形式に対して厳しいというか、Linux カーネルの方はあまりに膨大すぎるので、もう少しもうそんなことまで構ってられないという感じで少し緩いのかもしれませんけど、この Uboot の方は、まあ、メーリングリスト もう1個しかないし、あとまあ分かりませんけど、これは管理してる人もドイツ人でちょっともしかしたら堅苦しいかもしれませんけども、特にこのやっぱりパッチを出し直すと場合によってはメンテナーの人が混乱することがあるわけですよね。どっちが正しいんだよみたいな感じで、そうするとそのことに関しては非常にやっぱりこの管理者としてフラストレーションがたまるらしくて、もうきちんとこうしろと、これ読んでこうしろと、特にここのことですね、チェンジズフォア V2、 要するにチェンジフォア V3 と、その2番目のパッチでどこを変えましたよっていう差分情報をここにちゃんと書かなきゃいけない。でちなみにこれも厳しくてですね、このパッチの内容は、まあ、これここまでヘッダーで、これがサブジェクトですね。で空行が1個あって、ここから本文になるわけなんですけども、で本文、これからパッチのコメントがあって、でサインドオフの行があって、でここに3本 のダッシュがありますよね。で実はこれがここ
これがここから後ろはコメントっていう扱いになるんですね、タッチのコマンドからすると。でここに、まあ、あのこのこの統計情報はですね、さっきの Git の、 あの先導、フォーマットパッチのコマンドが自動的につけてくれるんですけど、だからここのこの情報っていうのはこの部分につけなさいと、これより上じゃないよ、ここにつけなさいよっていうところまできちんと、指摘されます。 UUID の場合は体の方が結構吉野に扱ってくれるんですけど、まあこういうところが間違ってると、この URL を示して、ここもここ読んでもう一回やり直しっていう、そういう返事が来ることがあるんで、それは私は受けてもらえないですけど、人の振り見て我が振り直せで、ああ、なんかこんな指摘受けてる人がいるなと思ったら、もう自分もちゃんとそれを気をつけようとして、まあ、こうやるわけです。だから意外にだからですね、あのカーネルの方はあまりに膨大すぎて、あの多分書いてあるんだと思うんですけど、なかなか大変なんですが、この UUID の方がこじんまりとまとまっていて、そのパッチの送り方に関してもここにきちんとウィキに書いてあるんで、一応このやり方でやっています。で私はカーネルを送るときにも一応この書式でそのまま送るような感じにしています。まあその方が、まあ、きちんとしてて混乱しなくていいだろうと思って。であとそれからですね、メールのヘッダーのところにですね、あのまあ普通パッチっていう風に出る、ね、送るときはパッチ出てるんですけど、その RFC っていうのをつけるとですね、このリクエストフォーコマンドコメント、要はだからあの意見をくださいという意味でなるわけなんですけど、要はあのちょっとこのパッチそのままではこれこんなんでいいのか、なんかどうかなっていうのが疑問だから、ちょっと皆さんいろいろなんか意見くださいっていう感じで RFC っていうのをつけたんですけど、まあ、これでいろいろ意見をもらって、でそれでパッチミック何回か作り直してやったんですけど、でこれでいいかなと思ったのに、なんかいつまでたっても取り込んでくれないっていうことがあって、それどうしてかなって一回催促したらですね、あごめん RFC ってついてたからちょっとあのフィルターで弾いちゃったとかいう感じになって、実はこの RFC っていうのは逆にですね、意見くださいなんですけど、逆にですねこのままこのパッチをこのまま受理してほしいわけではないっていう意味にもなるので、でこれでいいと思ってこのパッチはもうあのアクセプトしてくださいっていうような段階になったら、この RFC っては取らない、取るべきなんですよね。っていうことも一回こういうことがあって、で催促することによって私は分かったと。まあ、結局、まあ、今までのことを言うとですね、あのこの、 あのパッチを投げて、でそれ を修正して、でまあ、出し直して、で最終的にアクセプトしてもらって、で回しされるっていうその流れっていうのはですね、もう完全にこう人間同士のやり取りなんですよ。だから、機械的なことではなくて、このやり取りっていうのはまさにこの人間と人間とのやり方なんで、まあ、どうやったらその気持ちよく受け入れてもらえるかとかって、そういったことに関しては、まあ、気をつけるべきで、でなるべくやっぱりその相手の手間がかからないようにだとか、なるべくその紛らわしくないようにするとか、まあ、そういったことに関してまあ気を使う。で直接的にこの英語の良し悪しっていうのは、まあ、あんまり気にするのがあって、もう本文は結局パッチの内容なわけじゃないですか。でそれに対してパッチがここがいいとかここ悪いとか、ここはこう直せとかっていうのは、まあ英語で来るわけなんですけども、基本的にはっきり書いてある内容に関しては、あの別に、混乱の余地はないので、すぐに分かるし、どうしていいか分かると。でたまに分かんないことがあるのは、向こうも、うん、これでいいんだけどこうかなって、少し微妙に気持ちが曖昧なことが書いてあると、こっちとしても実はよく分かんなかったりするんですね。ただはっきり書いてあることに関しては別に英語で困ることはないし、だからこっちもなるべく曖昧な書き方なくて、はっきりした書き方をすることをするとちゃんと通じるっていうことが、まあ、あると思います。で基本的に文法のミスとかそういうのは変わらないと思います。で実際私も最初の頃いくつか取り込まれたパッチが、やったやったパッチ取りますねと思ったんですけど、よくよく見るとそのパッチのコメントのところがなんかちょっと英文が微妙に文法ミスしてるとか、なんかそういうのがあったけど、逆にだからパッチの内容は厳しくチェックされるけど、そのコメントの英文法はチェックされないっていうことが、まあ別にそんなことはだからエンジニアはあんま気にしないってことで、通じじゃいいと。だから三単元の S がついていようといまいと、あんまそういうのは気にしないっていう、まあそのレベルのものですよね。だからその辺は通じるから大丈夫だという。で、まあ、やっぱりまずは参加してみようという、まあ、ぜひ参加してほしいんですけど、でこのパッチを投稿するということ以外にもやっぱりやることはあるわけですよね。なので、最初の段階、まあ、パッチを投稿することにはいかないけれども、まずはこのメーリングリストをまず見て
くだほしいし、それからできれば何かをメールを送ってほしいんですけども、そのパッチを投稿に関する以外にもやっぱりバグの報告だとか、まあよくあるんですけど、まあリナックスカーネルの最新版、例えば 3.6 の最初の RC1 とかありますよね。そうすると自分が持ってたボードだと起動しなくなりましたとかって、まあよく私も実際あったわけなんですけど、そのやっぱりそういうふうに回す、新しくダッといろんなものが回されると自分のところだと起動がしたくなったと、その時にはやっぱりこういうエラーが出て起動しないっていうのはやっぱりちゃんとバグ報告とかやっぱりするべきだし、まあしないと取られちゃうので、まあそういうことはやっぱりすると。でそれからあとパッチを送るんじゃなくて、そのパッチに対してコメントをつけるっていう結構大事なことだと思うんですが、でそれに関してですね、まあなんか書くだけでもいいんですけど、このシグネチャーとしてですね、アクトバイ、その名前とそれからメールアドレスっていうのをつけると、こうちゃんときちんとそのメールパッチに対してこれは賛成であるという賛意の表明ということになります。でこれっていくつか、まあ、独演というので書いてあるんですけど、アクトバイだとかレビューのバイだとかあるんですが、どうやらレビューのバイは割と本当にきちんとなんかちゃんと隅々まで見たという割とちょっと意味的に深くて、アクトバイはあんまりそんな難しくなくて、とりあえずこのパッチはあった方がいいねっていう、もういいねっていう感じで、で要するに私はこのパッチが入った方がいいと思いますというような感じの軽い、割と軽い意味なので、まあこれはなんかこうつけてくれたらいいかなというふうに思います。でただあとそれからもっとおすすめっていうのがですね、このまあ、アクト場合も実はあと心臓物がアクトって言ってもお前誰だよっていう感じになるので、どちらかというと一番最初に何かメールを送ってみるのに一番いいと思うのは私テステッド場合だと思うんですね。なんとなく要は誰かがパッチを送ったと、まあ、バグ修正なり何なのパッチを送って、でそれを自分で試してみて私の環境でそれがちゃんと動きましたよっていう意味でそのテステッド場合で何かこう名前を付けると、で、まあ、当然その時には自分の環境とかっていうのもちゃんと明記してと、そうすると管理者の方からはそれは単にその送った人以外のところでそれがちゃんと誰かが動く、あるすべての環境ってわけじゃなくて、ある一つの環境でちゃんと動いてるっていうことが確認できたっていう意味合いになるので、これは重要な情報になるから、まあ、こういうものをつけて、まあ、一番最初にそのメーリングリストに何かしらメールを送ってみるっていうのはとてもいいんじゃないかなと思います。私もまあ最初のそろそろパッチを送ってみた後っていうのは、他の人が送った、まあ、自分のボードで動くパッチに対してそのまあ確認してその通りに動いたら、もうテステッドバイをつけまくって、で実際テステッド場合がつくとそのパッチが、まあ、取り込まれやすくなるわけですよね。なので、まあ、取り込んじゃあ、まあ、自分のボードで使えるパッチなのでそれは取り込んでほしいから、そういうのに関してはもうテステッド場合をつけまくったという、まあ、そんな風にしてやってると結局、まあ、こいつは誰だっていうことが一応メーリングリストの人から見て分かるので、そうすると次のことが変わることがしやすいですよね。やっぱりなんかいきなりでかいことをやって、でもなんかこいつ誰って呼ばれるとなんか微妙に難しいことなので、なんかとりあえずこの何かしらでメールを出すことによって一回露出しておいた方がそのことがやりやすいんじゃないかなというふうに思いました。まあ、結局人と人との付き合いなので、まあ、そういったことで、であとこれは、まあ便利のために作っておいたんですけど、この LKML とか ARM のカーネルとか、私がよく見てるのはこの LTSI、U-Boot、NUXSH、ARM のカーネルなんですが、メーリングリストに片っ端から登録すると自分のメールボックスが溢れすぎちゃうんですね。特に LKML とかっていうのは Linux カーネル全体なんで、私はさすがにこれは購読しなくて、この、アーカイブのところ、例えばこれは、こんな風になるので、これをウェブで時々確認するような感じしています。で同じようにこの ARM のカーネルのところもこれも流量が多いので、私自身はメーリングリストに登録せずにウェブでそれを確認します。でそこから下の3つは一応メーリングリストに登録していて、そのメールを、まあ、受けるような感じに、まあ、しているんですけれども、でもやっぱり流量はいっぱいで、まあ、会社のメールを使ってるんですけども、まあ、特にこの U-Boot とかっていうのは毎日毎日もう大量のメールが来るんで、ほぼ私のメール
のはなんかあのメールボックスっていうのはこのパッチあのメーリングリストのメールでも溢れ返ってしまうというそういう状態に、まあ、なるのであんまりむやみに増やしたくないなっていうところは、まあ、あったりもするので、まあ、こんな風にあの自分のよくやるところはあのメーリングリストに登録するけどそれ以外っていうのは、まあ、あのアーカイブのところで、まあ、チェックするっていうことをしています。ただですねこれあのメールに対して、まあ、パッチコメントをつけたかったりするとそのメールに対して返信をしなきゃいけないっていうことになるわけですね。そうすると多分アーカイブの方だと要はそのメールのメッセージ ID が分かれば返信することができるんだけどもしかしてこれ情報がもしないとすると結局そのメーリングリストに登録しておかないと返信できないかもしれないな。まあその辺ちょっと どうなんでしょうね。同じ問題にハマったことありますパッチをあるパッチに対して修正のパッチを送ろうとしてそのメッセージ ID がないからどうしようじゃないかいくつかのメーリングリストは確かになくってで Google かなんかのアーカイブしているどれかのアーカイブのやつだとなんか探すとメッセージ ID が出てきたやつがあって、はい、そうこれだったら返信が送れるのはなんかそう結構苦労したまあ多分そういう時はもうなんかごめんなさいして送っちゃえばいいんだと思うけど毎回マークにやってるとなんだこいつって思われるから、まあ、そういうことがするならまあせいぜい1回か2回にしておいてやっぱりまあ定常的にするならばそのメーリングリストって購読すべきなんだな。でまだ時間ありますか。じゃあちょっとこれはちょっと古い例になりますけどこれ YouDo の方で私が出したメールのうちのいくつかですね、実際こんな風な感じになりますよと。これじゃなくてこっちの方がいいか。これがいいか。こっちがいい。私が U ブートに出した、パッチなんですけどパッチそのものとしては1行なんですよ。これ実はあの U ブートの NFS のコマンドがあるんですけどもその NFS 自分だったらですねこうタイムアウトしてしまうタイムアウトエラーになるといろいろ探したんだけど結局はそのタイムアウトの時間が短すぎるんじゃないかなと思ってで元々のやつがこれ 2000UL これ、まあ、2秒なんですけど2秒はいかにも短いかな。でこれを、まあ、5秒でも短いから10秒にすれば、まあ、とりあえずエラーにならずにちゃんと受信が終了するっていうことだったんで、でそれをここのところをじゃあこういうふうにするとうまくいくよっていうことでこういうパッチを投げたんですね。でこの変更するファイルっていうのはそのネットの下の NFS.c っていう。でそしたらですね、どういう返事が来たかっていうと、誰から来たかっていうと、そうか、この、読み方わかりませんけど、ボルフンタン、この方、じゃあさ、U ブートの主なんですよね。その方からいきなり、なんか、KZM-A9 ボード知らないなとか、そんなボードはなんか、ツリーに入ってないだろう。いや、確かにこの時にはまだメインライン化されてなくて、まあ、なんか、今は、山本さんのリポジトリにあっただけなんですけど、まあ、そういうところになんか動いてたら、まだから。だから、この方の視界には入ってなかったボードなんで、その時点では。で、そんなボードスペシフィックな問題をこんなところに入れるのかってあって、これっていうのはファイルそのものが NFS.c とか、その、みんなが共通で使うところですからね。こんなところに入れるなと。Please don't modify global code when you just need a different setting. 要はだから、そんな一つのボードの調整のために、その全体の共通のところを変えないでくれと。そういうふうにメールが来て。でも私はでもそういうつもりなくて、これ多分、どのボードでやってもタイムアウトするだろうという、タイムアウト短すぎるんだよと思いつつ、ちょっとこういう返信をして、まあ、KZM-A9 ボード知らないやつなんだ。まあ、まだツリーには入ってないよと。まあ、今、とりあえずやろうとしてるのか。で、で、これはボードスペシフィックのコードって言われちゃったんで、じゃあ、OK を、違うボードで同じことをやってみるよ。インツリーの違うボード、多分、まあ、パンダボードでもやってみるよ。これは、この問題が、ボードスペシフィックかどうかを確認するためにというふうに返事をして、で、まあ、一応、共通の問題、ところにそういうコードを入れるなっていうことに関しては、まあ、ちょっととりあえずイエスはやつだと食い下がったと。
で、ネクストでテストをして、でパンダモードでやったんですけど、結局同じようにタイムアウトするわけですよ。でほら、私としてはほらこれってのはボードスペシフィックじゃなくて、どんなボードでもこんなこと起こるんじゃないのとか思って、こう詳細のログもつけて、ほらこれタイムアウト、キャンナントはユーマン、パンダモードでもこういうやらが起こるんだよというふうにこうやって全部つけて、でタイムアウトを伸ばすとちゃんと成功するよ、だからちょこういうふうに、いわゆる自分としてはこうボード自分だけの問題じゃないと、多分これはだから他の人もやってみてねみたいな感じのことをなんか書いて、まあ、出したと。でそしたら、この方は誰かな、まあ、これはやっぱり、同じ人ですね、ユーブートの主の方から。それでもやっぱりパンダボードが起こってるって言ってもやっぱりネットの下の NMS 電子は not right place to make board specific、 やっぱりまだボードスペシフィックって怒られてて、まあ、やっぱり共通のものだと思ってくれてなくて、でそこはまあ直すの違うよと、まあ、結局同じことをまあ言われてしまうと。でであとそれからこの人はこのジョーさんっていう方は、ネットのところの管理者なんですね。ネットのカテゴリーの管理者の方からも、やっぱり、I'm not convinced either、 やっぱりこれ共通の修正であるかどうかっていうのはなんか納得ができないなということだ。でこの方からは一応代案が出されて、だったらこういうふうに直せと、この共通部分のところっていうのはこういうコンフィグ NFS タイムアウトっていう、こう if で ふにして、で実際の値はっていうのはこのコンフィグ NFS タイムアウトっていうのはボードそれぞれのコンフィグファイルがあるんで、そこに入れなさいというふうに、まあ言ってくれたんで、まあこれだったらまあとりあえず、まあ私としてもちょっと納得ができるなとか思って、でこれは何だっけ、あこれは別の問題で、これその人がやっぱこのタイムアウトってなんかやっぱり短いのかなとかっていろいろちょっと助け舟を出してくれた人いたけど、まあ一応方向としてはこれはタイムアウトが適切であるかどうかっていう話ですね。でこれか、これは私が書いたメールで、で、じゃあ NFS タイムアウトっていうのはやっぱコンフィギャブルに、まあ、すべきですよね。なのでこの修正っていうので従って、じゃあまあこういう私もこの賛成メール変更に対しては、まあ、賛成だと思いますということで、これで、これに対こういうふうにメールを付け直して、なんかタイトルも変えて、で、パッチを作り直したと。あ、これは違うか、これは別のメールだ、ごめんなさい。で、その続きはこっちかな。ちょっとそれは間が空いたんで、で作り直したバッチがこういう、これがそうかな、こんな風にパッチを作り直したけど、実はなんか間違えて、実はなんかこのあまりに確認に手を慎重に確認しようとして、本当にここに来てるかどうかっていうことを、こんなシャープエラーとかつけてやったら、実は余計なものがつけてしまって、これはごめんなさい間違えましたって、確か多分すぐ直してると思うんですけど、あんまりだからこの緊張しすぎて絶対正しいパッチを送ると、逆に変なマッチを送ってしまうという、こういう状態に陥ってしまって、でそれは、まあ、これはまあ間違えましたと、 V2 を送り直しますよと。でこれでやっと V2が送れて、でこれでいいかなと思ったら、このまあ優遇と主の方にしれっと、あそれ直すんだったらドキュメンテーション直してねってしれっと言われてしまった。ごめんなさい、リードミーも追加してねと言われたんで、とか思ったけど、まあちょっとリードミーの中に実はタイムアウトに関する MFS に対する項目がそもそもなかったんだけど、いろいろ調べたらタイムアウトに関する項目があったんで、まあ、タイムアウト、他のタイムアウトに関するところの下にちょうど
アープのタイムアウトっていう項目があったから、その下に、まあ、これを追加することによって、まあ、こんなふうにしたと。で、これは、あ、そう、これがですね、そのこの、ヘッダーにこの RFC っていうのをつけたまんまにしたんですよ。だから、あ、さっきのやった段階でこれはもう、あの、もうこれ取り込まれたろうと、ドキュメントも直したんだしとか思ったら、いつまでたってもなんかマージされないの でしばらく時間が経ってから、そのネットの管理者の人に、あの、これパッチっていうのはどうなってますかってこう聞いたら、あの、この RFC って書いてあるからちょっとあの見失ってしまったよっていうふうになんか出てきて、で、他の管理者の人が、あ、ごめん、それ俺だと思って、悪いみたいな感じで、ね、で、まあ、とりあえずそういうことが起こるんだなとかで分かったんで、ちゃんと取り込んでほしい状態になったパッチっていうのは、まあ、NFS、RFC っていうのはもうつけないようにして、まあ、送るのがまあいいんですねということが、まあ、とりあえず分かったと。まあ、こんな風にでですね、一つの、もともと1行直したかっただけなのに、まあ、いろいろ直して、まあ、直して、で、ドキュメントも直すはめになったっていう感じになりますけど、まあ、実際こんな風な感じで流れていくのかなと。これはそんなに手間暇かかった方ですけど、まあ、それそうじゃなくても、まあ、やっぱりパッチを2回ぐらい書き直すのは当たり前で、まあ、こうやっていろいろやり取りしながら、まあ、いずれにせよこれは一応英語で書いてあるんですけど、別に意味のわからない英語はないんで、もう要ははっきりと書いてあるから、曖昧な書き方がなければちゃんとお互い意思が、まあ、通じるわけで、まあまあ、妥協できるところは妥協して、本来私はあそこが全ボードに共通で多分対応になると思うから、まあ、誰か他の人が検証して何か直してくれたらいいかなと思ったけど、まあ、結局これってのは自分が全部こうやらざるを得ないという、まあ、そういうもんだなということもだんだん、まあ、分かってきたわけで、まあ、そういう力の、まあ、集まりが、まあ、オープンソースなんだなと思うと、まあ、納得もできると。要するに問題さえ指摘すれば誰かが直してくれるわけじゃなくて、問題指摘するところは、あの、直す方法を教えてくれるんで、それをきちんとパッチにして、まあ、投稿するっていうところまで、まあ、一応やるべきなんだなということが、まあ、分かったと。まあ、そんな感じで、まあ、これが、まあ、最近のもので。で、最近は、あの、まあ、こういう、だんだん慣れてきましたんで、もうちょっとスムーズに、まあ、運ぶような感じになってきたかなというところです。何かコメントとかございますか。以前あのアンドリュー・モートンさんと話をしてた時にメーラーの話が出てきて、アンドリューもやっぱりあのサンダーバードはあれはどこそこだって言ってそれで彼は何使ってるかって言ってシルフィード使ってるって言ってた。でシルフィードがとっても案外いいんで、あれ確か日本の SRA の人だよねとか言って、あの日本に戻ったらありがとうって言っていてって言われたんだけど言うの忘れてる。だからメールの環境っていうのもだから それぞれじゃないですか。だからなんていうかな、これを使えって言われてもなんかあれで、おそらく自分の好きなメールでできるようにしたいと最初みんな思うわけですよね。なのででも結局は例えばサンダーバードの場合いろいろ努力してもやっぱりダメ、トローに終わるよっていうことだし、まあ多分おそらく例えば EMAX のなんかプラグインとかやったら、おそらく技術者が誰かが作った便利なプラグインってもしかして全部できるのかもしれないけど、まあしばらく EMAX は私は普段使ってるけどメールの読み書きには使ってないしとか、なんかいろいろあって、でこの辺もこのそばに誰かにいる人に聞けばなんてことはないかもしれないけど、やっぱり初めて自分でやるとかなりハマるところだと思うので、まあちょっとは役に立つ情報なのかなというふうには思ってるんですけど、皆さんどうでしょうかね。そうですね。あとあのカーネルあのメディングリスト関係で、あの入門用でぜひっていうのは Linux-embedded、あ、これはあのトラフィックも非常に優しいし、ね、内容も優しいし、はい、よろしかったらあのこれはあのメーラーをパンクさせるようなことはないと思います。他に何かありますか。はい、じゃあ、私の話は以上です。ありがとうございました。あのぜひブログに書かれることを期待しています。